浦和パルコ浦和パルコは埼玉県埼玉市浦和区に所在する株式会社パルコが運営する商業施設。パルコ単館では最大の規模であり浦和駅前のストリームビル地下1階から地上7階部分に入居する。埼玉県内では新所こザーパルコ以来の2店舗目となる。浦和駅東口駅前地区。 第2種市街地再開発事業に伴い建設されたストリームビルの中核テナントである。再開発事業では駅前広場なども整備され、浦和駅から雨天でも濡れることなく、パルコ内に入店できるように駅から入り口まで屋根が設置されている。コムナーレ9には埼玉市立中央図書館、埼玉市市民活動サポートセンター、浦和コミュニティセンター、国際交流センター、 浦和消費生活センターなどの公共施設も入居している。浦和パルコや公共施設などを含めた施設全体の名称はストリームビルで公共施設部分の相性はコムナーレとなっている。また商業施設であるパルコ部分のビル名称は埼玉浦和パス1953ビルである。浦和エリアの映画館としては浦和ベルデ東宝などがあったが、 より利便性の高いパルコ内にユナイテッドシネマ浦和が開業した影響で閉館している。パルコ単館では最大の面積で、総面積では名古屋パルコに次ぐ規模となっている。基本証券は埼玉市全域であり、浦和駅から鉄道30分圏内沿線を中域証券、東京都内一部エリア、埼玉県全域を広域証券と捉えている。 浦和を本拠地とする浦和レッドダイヤモンズに共産しており、選手の集合写真を伊勢丹浦和店同様に正面にて掲示している。また浦和レッツ応援セールなどを実施する。かつてはレッツゲート、ジェイコムショップ、浦和パルコ店を1階に開設し、ホームゲーム時にはグッズ販売を行っていた。2017年度の売上高は名古屋パルコ、池袋パルコに次いで、 第3位で、福岡パルコや、仙台パルコ等を上回る。ただし、これは2016年8月7日に建て替え休業に、入った渋谷パルコの売り上げがない上での順位である。浦和パルコのエントランス駅前広場と浦和パルコ、浦和パルコは木の日の出通り、出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、フロアガイドを参照。主なテナント中央図書館は8階。 市民活動サポートセンターは9回。浦和コミュニティセンターは10回。ありがとうございます。